ジョージ・ローレンス・ラリー・ジェームズはアメリカ合衆国の陸上競技選手。1968年メキシコシティオリンピックの金メダリストである。ジェームズはメキシコシティオリンピックの代表選考で44.1秒のタイムでリーン・エヴァンスに次いで2位となる。エヴァンスが44.0秒の世界新記録を出していたが、スパイクの違反のため世界記録は公認されず2位と、 なった、ジェームズの44.1秒が世界新記録と公認された。ジェームズはメキシコ式オリンピックの400メートルで44秒の壁を破る43.97秒のタイムを記録するも、エヴァンスが43.86秒の世界新記録で先着したため銀メダルという結果に終わる。同大会では400メートルリレーにも出場。アメリカは ジェームズに加え、エバンス、さらに銅メダルを獲得したロンフリーマン、そしてビンセント・マシューズという超強力な布陣で2分56秒16という、それまでの記録を3秒以上更新する驚異的な世界新記録を叩き出した。この世界記録は1992年、バルセロナオリンピックでアメリカが更新するまで24年間も破られることがなかった。 2008年11月6日、61歳の誕生日に大腸がんのためニュージャージー州ギャロウェイの自宅で死去。ありがとうございます。